手袋した方がいい。多分ね、嫌がると。ちょっと両方用紙で長いのでいいけど、ちっちゃいのも使おうかもしれない。はい、ごめんね。やっぱ出そう。やりにくいよ。いや。そうだったら、よし、いけそうだ。よし、動くな、ちょっと待って。よし、交換しよう。あのくねくね動きを、あいだくねくね動きを取れるとちょっと受けれない。痛いのは痛いもんね。目隠し。皮膚がもてんと受けれないんで、これは。目隠しが欲しかった。目隠しが言ったんだ。目隠しだけどね、違うの。よいしょ。あっと、いった。もうちょい。目隠し。目隠しすると止まる。よし。止まるな。目隠ししたけどね、普通回って多少目が出てくるか。はい、いくよ。いい？マラソンも無駄なの、頭大丈夫？よし。顎のサンダー変わっちゃった。あらららら、落っこちゃった。落っこちゃったっていうか、怖かったんだよね。よし、シリンジ。こっち、手袋全然ないじゃん。全部真っ赤だ。真っ黒です。ちょっと、エルの人がいいけどね。
L を持ってね、M を。力持ったね。結構戦勝術使わせて。これ変わってくるね。気をつけないといけない。いや、止めてください。手袋しなくていいの？大丈夫です。ちょっと。ちょっとさっきの左のやつ。あれ？あ、こうか。はい。田中君、手袋しなくていいの？はい。ごめんね。じゃあちょっと今度ね、柔道する。それからこれはフェンベンダゾールという虫下しです。これをちょっと飲ませてみます。これ両方使えるといいな。さっきね、体持っててね。ごめんね。無理やりにちょっと口開けちゃうけど、すみません。いいよ。はい、これ持って。これ2だよね。2.5 か。ちょっととりあえず1でか止めよう。よいしょ。体持ってて。はい。よし。はい。金券だけ入れた。よいしょ。これ何グラムなの？まあ 2.5 度が1グラムぐらいか。1グラム弱だね。お、なんとかいけそうだな。1グラム弱、多分8グラムぐらい。それにまあ、あのフェンベンダゾールを飲ませました。で、ごめんなさい、ふわふわしてた。はい、はい、1分だけ吸入して、吸入じゃないよ、抗生処置して。エルがなんか多分どっか向こうに行ってるから、こっちに行ってるんじゃない？え、でも全然少ないよ。2つにしかない。どっか行っちゃってるよ。さっきなんか落としてやると思う。金魚焼きって作ったの？あ、はい、作った。はい、じゃあ1分やって、さっきの検査をしていこうか。そうすると 7.2 入れて、給仕が2.5 を見てきてる。3cc で1グラムだから 2.5 ということは 2.5 割る。そうね、0.83g、 まあ 0.8g ぐらい。あの、何だっけな、ベリキュア、エキゾのベリキュアだよね。それから、どん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 。
それでお薬が多分、いつまで明日までですよね、うん、あと2個あって、でこれに D の薬が書いてある、道は書いてある、書いてあるね、今日 B 飲む薬ですね。それが27日、だから1枚、はい、カメラ、あ、これ使って、これ使って、なんか1枚